ここがね、あのルフィたちが収監されているビクタン収容所で間違いないんですけど、今ね、あの日本のまあその何者でもないとかメディアの関係とかそういうのは一切入れないみたいですね。唯一そのカウンセラーと弁護士だけが、この中に入れる許可証をもらえるということで、来ては見たものの入れませんでした。はい、まあこんな感じですね。まあ、うっすらね、なんかその収容者たちがいるような家が見えますけど、はい、あのビクタンの何でもない田舎町の風景です。